ああもうやめだやめだもう本当に。なんで電子レンジが壊れてるのに餅を出したの？餅をお前柔らかくするの電子レンジしかないじゃん。そうですね、僕もそう思います。そうだろ、はい、なぜお前そこに入れてんの？それどうすんだよ。違うと今誰見てるんですか？どこ見てる？ああ、大丈夫ですよ、さもうできましたよ。おお、どう？お前、それだったらスパムのお雑煮になるぞ。ちょっとさ、まあ、ちょっと見てください。お前、マジ、イメージと違いますね。お前、これ豆腐じゃん。慎太郎さん、違うでしょ、これは。豆腐じゃない、これ。一回ちょっと揚げてみます。揚げて、焼いてみて。ああ、餅も揚げてみる。餅ちょっと焼いてみて。焼いてみる。なんこの餅を、お前マジで言ってんの？ねえ、俺は言っとくけど飛びたくねえからな。本当に。それ飛ぶってのは、すみません改めて聞くんですけど、美味しいことなのか？いやいやいや、とんでもないことだ。とんでもないこと飛ぶって言うんですね。お前ら飛んでも俺は飛びたくねえぞ。無理がある。無理だ、絶対に。絶対無理だよ。跳ねるぞ。ここで。ちょっと買ってみな。やれやがった。あ、お、聞いたことちょっと買ってみろ。慎太郎、お前ひょっとしたら報われるかもわかんないな。本当ですか？あ、熱いんじゃないですか？うん、持ってて。はい、山本君、これ切ってもらえる？はい、置いてください。はい、ちょうど真ん中から。はい、熱いよ。はい、大丈夫です。この包丁よく切れるな。なんかこの上に明太子を乗けたくなったな。確かに。はい、ああ、もう大丈夫。はいはい、もう爪、あ、熱くないと思うから、はい、やってみて。はい、これは大きいから、この半分切ったやつ。はいはい、あ、ちょうど形が、うん、これ、形は悪いけどさ、下手すら飛ぶかもわからない。いや、本当に。確かに。で、海苔を、海苔なの？トゥーマッチですか？ない方どう、まあ、見た目をもし考えるんだったらこれかな。のり、はいはい、をちょっと1枚巻いてみます。ああ、やってみよう。ちょっと長い、うん、半分ぐらいでのりも切ってよかったかもわかんないね。うん、まあ、おまあまあとりあえずこんな感じ。そうだよな。慎太郎、はい、1個巻け、はい、これで。何これ、そうです、うん、あれ、これひょっとしたらめっちゃうまいかもわかんない。ちょっと見た目は最悪だけど、まあ、とりあえずね、まあ、今見た目はね、僕たちもプロじゃないんで、うん、え、どうですかこれ。スパム、なんだよ、マヨネーズとケチャップの、はい、お餅とみんな好むものは入ってるよ、ね、はい、
みんなが嫌いな要素が一つもないですもんね、うん、ちょっと食ってみようか。はい、俺はちょっと大きいやつ。いや、ちょっとさ、どうですか？これうまくないですか？うまいですよね。うまいですこれ。まさかの。うまいですね。あんまり大きな声で言えない。はいはい、うまい。かなりうまい。このぴったりだな、このケチャップと。ケチャップとお前。いや、ほんと笑いが出るぞ、これ。ちょっと海苔もう一枚切ります。これでもちょっと。あ、山本さんできてます。いや、まだ作ってちょっと。少ない少ない。慎太郎、お前ちょっともう一回餅を言うぞ。これめっちゃうまいです。ほんとうまいな。なんだこれ。なんだこれ。もう一枚、もう一枚じゃん、料理さん。料理なんて最初形はどうでもいいんだよ、はいはい、こういうところから。そうですよね、はい、ああ創作ですからね。いいですか、もう一個食べて。いや、大きいとさ、ちょっとお年寄りにはちょっとしんどいかもわかんないよな。あ、でもうまい。これさ、餅も揚げたしさ、うまいよな、これ。これやばいことやっちゃったよ。これが、ね、商品に持っていくために作ってるの。そうです。いや、来ましたね。来たな。いきなり。いや、いきなりほどでもないけど。あ、そうですか。やっぱ試行錯誤。いきなり。なんかぶつかった感じはするけど大丈夫か。ぶつかってもぶつかった。ちょっとな、微妙になんか口の中でぶつかったなって思うような感じはするよな。出会いがちな。本当に。いや、我ながらちょっと驚いた。驚きますよね。もう誰が何と言おうと、これはもうプレゼン出しましょうよ。名前何にしましょうか。これなんだ。スパム餅。スパ餅ってまあ聞かれたけどな。スパ餅でもいいですよね。餅っぱーとか。餅？いや。ちょっともう一回今その聞き取れなかったらもう一回言ってね。もう今その響きだけで持っていくのやめてください。商品名ですから。言い方で持っていくのやめてください。なんてなんて作る、なんて言う。でもそれこそやっぱパワーとか、やっぱその長寿さんにちなんだ名前をつけて、パワー、例えばもうありきたりですけどパワー持ちとか、そういう。パワー持ちって力持ちとかあるじゃん。力持ち、そうですね、日本語に訳すと力持ち。すみません、本当に。わけわかんない、本当に。そうですね、ちょっと早くもう長寿さん名前だけ決めて、マイク飲み行きましょうよ。今日はあかんで。今日はあかん。楽しみですね、プレゼンが。あ、いつする？また来週あたり。これもうちょっと考える余地があるよね、はいはい。まだ時間がありますんで。うん、はい、よし、もうさすがに今回ここまでだね。はい。いや、本当に。あ、ちょっと疲れますね。なあ。はい。俺朝の肉がまだ残ってる。ああ。